ここ当てます。でここでただ引き上げていくだけなんですけど、はい、すっきりしますね。すっきりしますね。はい、はい、こんにちは。こんにちは、美容ハリキングの上田です。それでは今日もですねやっていきます。顔つぼ1分マッサージアキュレッジということですね。なんか目力つけたりとかありますか？目力でもありますね。目大きいですね。パッチリ。いや目力ないですよね。目力いやね、疲れてくるとね目力なくなってきますね。目が疲れやすいので。目、あ、疲れやすい。これね、はい、目の疲れとかにも効く、ツボですので、これは今回は今までは指数本使ってきましたけど、なんと1本でできます。1本、はい、はい、1本でできますのでぜひやっていただきたいですね。目力がなぜなくなってしまうのかってちょっと解説していきますけども、はい、目周りですね、ここね。変わりました、また。あ、気づきました、はい。はい。これちょっとまたマニアックな本なんですが、はい、これでちょっと解説していきますけども、はい、眼輪筋という筋肉があります。で、ここがですね、こう目を凝らしてしまって、ここが硬くなるとですね、ちょっと目力ダウンになるわけです。重だるくなってきます。で、それからですね、こう眼球ね。眼球があって上まぶたがありますよね。でこう上まぶたを引き上げていくのっていうのは、実はですねこの眼球の内側に入っているですねこの、眼瞼挙筋っていうのがですね、眼瞼挙筋でこの周りに前頭筋とか、眼輪筋とかいうのがですね近くをいろんなものがですね筋肉が絡まってます。でさすがにここって触れないですね、眼球の中だから。ちょっと目、ね、指突っ込んだら痛いじゃないですか。なのでここの周りの筋肉ですね、眼輪筋とか前頭筋とか、この眼瞼挙筋のちょっとね影響しているような皮膚に、よりお互いに影響し合っている筋肉を引き上げていくっていう形で、まあ、ピンポイントとしては、メインでは眼輪筋を、刺激するっていうことになります。指ではですね、針ではもうちょっと、マニアックなやり方があるんですけども、指で刺激していきます。使うツボはですね、眉毛の真ん中、ここは魚葉というツボなんですけども、ちょっと眼瞼挙筋っていうのね、まぶた上げる筋肉にも関与したいので、ちょっと下にですね、ここの眉毛のより少し下の部分にですね、上上目っていうツボがあるんです。上上目っていうツボがあります。でこうキュッと引き上げるんですけども、これね結構こう視界を見ておいて、皆さんもね周りを見てみてください。で、こうウィンクとかしてみてですね、文字が見える見えないっていうのをやっておいてください。人差し指、これですね、ここ当てます。でここで、ただ引き上げていくだけなんですけど、ただ単に押してしまうとですね、強く押したりとかする人がいるんで、ソフトに押してください。でスポンジが 0.5 ミリ、へこむぐらいの厚でやっていきます。でここもアキュレッジのポイントである筋肉をストレッチする、ストレッチしていくときにはゆっくり息を吸って息を吐きながらグーッと引っ張っていきます。そしてさらに笑顔を作るわけですね。はい、ニコッと笑顔でゆっくり息を吸って息を吐きながらここでグーッと上に上げていくだけです。グーッと上げていきます。ニコッと笑顔でゆっくり息を吸って息を吐きながらグーッと上げていきます。グーッと上げていきます。ニコッと笑顔でゆっくり息を吸って息を吐きながらグーッと上げていきます。なんかズンとして、なんか目疲れ取れますよね。なんかね、すっきりしますね、はい、すっきりしますね、はい、ということで、これね簡単なんで、こう指2本でこう両方でやってもいいですし、こんな感じ、基本的にここに当たっていればいいので、眉毛の真ん中にちょっと下でね、本当に気持ち下ね、気持ち下を、押してください。ぜひやってですね、目力アップしていただいて、すっきりアップで、もう女子力もさらにアップでやっていただけたらと思います。はい、ということで今日はここまでになります。チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。はい、それでは会議、ちょっと早いねちょっと早いね。それでは解説していただきます。反応が早すぎ面白かったね、はい、じゃあメイキングですね、最後の。はい、はい、では目力の